おはようございます。ベトナムニュースホストの小森優也です。アシスタントの三上奈美です。今日もベトナムをもっと身近におテーマに、経済から生活情報まで急成長中のベトナムの今に迫ります。はい、今ね、あの半分外というか、あ、そうですね、そうですね、すごい風が、屋外席、だいぶ風、この扇風機の影響もある。あ、扇風機だったんだえ、でも今なんか突然ふわってきたのは外の風じゃない、はい、じゃそういうことにしておきましょう。気のせいでした。ベトナム航空が預け入り荷物のセルフチェックサービスを導入。はい、あのそうですね、機内預け入りの荷物の、あのキオスクのお話ですね。キオスク、キオスクってあの自動チェックインとか、その自動預け入れのやつをそういうふうに呼ぶのね。あ、なるほど。そうなの、そうなんですね、はい、なんか駅にあるやつだ、あの駅にあるコンビニ、まあそういうところからはい、そう、そういうサービスを始めましたね。使ったことありますか？ないです。 あ、でもいつも預け入れることの方が少ないですね。なるほど、なるほど。あ、てかそもそもベトナム航空に久しく乗ってないです、私なるほどね。なんかシンガポールのチャンギ第5ターミナルができたときに、その僕行って、それがあってびっくりしたんだけど、2年前くらいかな、1年前かな、2年前かな、なんか国際線なのに荷物のチェックとかも自動でできるし、チェックインも無人なのっていうくらい最先端の空港ってのはなってるのよ、はい、そういうのをベトナム航空も真似したっていうお話ですね。すごいですね。でもね、実際危ないものとか大事、あ、まあ預けちゃうやつだから、そうそう、だからそこでチェックするの、チェックできるの、うん、で、なんかね、いっぱい 500ml 以上のなんか液体物がいいってなったりとかするした場合に、そのチェックする人がいるってことですか？そうそうそう、まあ、自動化できるものはどんどん自動化した方がいいですよね、うん、でただでさえ炭素にあって空港パンクしてるんで、そういう省エネ、省エネっていうか、そのどんどん時間短縮した方がいいですね、一人のお客さんにかける時間を。あのね、パスポートも今も日本も結構 IC でピッて戻れるじゃないか、ね、やっぱその出国審査、入国審査が結構並んでると、はい、もう例えば旅行とかに行った時とかもすごい列で、はいはい、あ、これかみたいな、結構なんかちょっと萎えるじゃないですか。なるほどね。まあいろいろ改善できるところがありますよね。その、チェックインとか荷物チェックとかっていうところと、あと出国入国っていうの両方とも改善できますよね。あとはあの国際線と国内線でやっぱ基準も変わってくるんで、国内線だったらね気軽に飛ばしちゃっていいけど、国際線になるとちょっとあの丁寧にチェックしないといけないってなるので、今回の荷物の話をまずは国内線のやつをあのセルフでチェックできるようにして、で、あの国内線はそもそもチェックインもウェブチェックインができるじゃん、うん、だからそのね、チェックインがウェブでできるし、荷物もあの自動でっていうかセルフでできるようになりましたっていうのが今までの話ね。で、出国入国もね、なってほしいよね、はい、そうやってね、あのベトナムが IC パスポート導入するので、これから、で、そうしたらできるようになるでしょうね。今はベトナム人もさ、紙のパスポートじゃん、ベトナム、うんうんうん、だから、そうなんですね、そうそうそう、紙のパスポートだから中に IC チップが入ってないの、なのでいちいちこう見ないといけないで、偽造パスポートも起こしてるっていうそういう話なんですよということで、まあ、日本が支援して IC パスポートになるので、そしたらあの出入国もどんどんあの自動になるんじゃないですか、簡素化するんじゃないですか。いいですね。やっぱそこの時間ってどうしてもユーザーとしては無駄に感じてしまうところなので、あとなんかあのね、出国審査の人とかも、それこそさっきのちょっと別の話ですけど、はい、イライラしてる人とか多いじゃないですかね、あそこら辺でちょっとあの国のウェルカム感が変わってくるよねまあそもそも酸素ニャットが小さすぎるって話なんですけどね、早くね、ロンタインができてくれればね、いいですけどね。はい、はいということで、はい、あ、じゃあ今日のニュースここまで。 MCB からのお知らせ。 MCB では最近 YouTube や Facebook Watch に特に力を入れておりまして、外国人向けのコンテンツも増えております。はい、はい、ということで、最近私またまた番組を、やってまいりまして、第1回、あの1日を、うん、その
ベトナムでいろいろ遊んだり過ごすっていうのをその最小限のお金でやってみようみたいな企画で、ぜひご覧ください。あの始まったら見てください。はい、ではまた明日。また明日。 Go and tasteA truly unique review shows about culinary, sporting activities, beauty services, exploring Instagrammable locations or hot places that attract youngsters. Exciting, fun, and enjoyable.